こんにちは、ティラミスです。ちょっと時間が空いてしまいましたが、今日もスカイリムをプレイしていきたいと思います。ティラさんの装いも新たに赤い感じの衣装にして、髪型とウォーペイントもちょっと変えてます。後ろから見た感じはこんな感じですね。はい、リディアさんはまあそのまま変わらずなんですが、ちょっとねグラフィックボードの方をいいものにしたので、全体的にあのグラフィック系のモッドを変更して、ちょっと前回とはガラッと雰囲気変わってると思います。あとこの間にドラゴンボーン吟遊詩人としてまあちょっと歌を歌ったりとかいろいろしてたんですが、今日から冒険に繰り出したいと思います。はい、というわけでね、現在地ここです。で、向かうはこのドーンガードとしの狩猟と話すですね。で、なんかここが入り口になってるみたいなんで、早速行ってみたいと思いまーす。まだここです。ほい。わあ、すごい。つららがいっぱい。誰かいる。いや、あんた。あんたもドーンガードに入るのかい？正直、ちょっとビビってるんだ。何しろ、そういうのは初めてだから。一緒にいても構わないか。なあ、俺が一人で会うのを怖がってたって言って、いつかとか言わないで。吸血で反対しないとしたら。できればもうちょっと素人さんはお断りしたいんですが、いろいろ過去にあったので。そして私の言うことを聞かず一人そそくさと行く彼、何者や。ドーンガード砦で到着。おお、すごいね。わあ、これ全部砦なんや。すごーい。おお、びっくりした。人がいる。おお、なんかすごいかっこいい弓を持ってるよ。そこのあんた、ドーンガードは増しつつある吸血鬼の脅威と戦う気のある者は誰でも受け入れている。興味はあるか？吸血鬼退治か。加入するにはどうすれば？イスランに気に入られそうだな。彼は丘の上の砦にいる。ドーンガードにふさわしいかどうか見てくれるだろう。私がついてます。なるほど。私の目的はこうドーンガードの仲間になってかっこいい弓をゲットすることですからね。とりあえず加入する方向で。
彼や。新入りだと？ほう。使い物になるかどうかはイスランが見極める。入れ、彼は中にいる。ほい。セラーンさん。イスランが今さら連絡をよこしたのも驚きだが、奴が俺の助けを求めてるってのはもっと驚きだ。相当ヤバいことになってるのはすぐに察しがついたが、どうやら図星だったらしいな。以前にもイスランと組んだことが？あるとも。以前は二人とも番人のメンバーだったからな。途中で嫌気がさしたのも一緒さ。もちろん連中はいたってまともなんだが、イスランと俺には水が合わなくてね。で、一緒に脱退したもののコンビは長続きしなかった。方向性の違いってやつだよ。ああ、あるよねそういうの。うん。中に入れ、イスランが話したいそうだ。はい。なぜここにいるんだトラ。番人と私の関係はずっと昔に切れたはずだぞ。ここに来た理由はわかるだろう。番人たちがそこら中で襲われている。吸血鬼らは我々が思っていたよりもはるかに危険な存在だ。ドーンガードに守ってほしいというわけか。番人のカルセッテが何度も言ってた。ドーンガード砦は廃墟寸前だから、人と金を使って修復する価値はないって。吸血鬼たちを自分で怒らせたくせに私に守ってほしいというのか。イスラン、カルセッテは死んだ。万人の間で全員死んだ。お前が正しく、我々が間違っていた。それ以上何を求める？ああ、こんなことは望んでなかった。君たちみんなに警告しようとしたんだが、すまなかった。君は誰だ？望みは何だ？吸血鬼ハンターを募集していると聞いた。君の聞いた話は本当だ。いい噂がやっと広まり始めたようだな。だがそれは同時に、噂が吸血鬼の耳に入るのも時間の問題だということを意味する。何か手伝えることは？我々が砦を再建している間に、外の世界で吸血鬼たちに戦いを挑む者が必要なんだ。万人たちがある洞窟を探ってたとトランが言っていたな。最近の吸血鬼の攻撃とそこの関連性を調べていたらしい。トラン、彼女にあのことを教えてやれ。あのディムホローだったかな。ああ、そうとも。ディムホロー墓地。アダルバルド修道士はそこに遥か昔の吸血鬼の秘宝か何かがあると確信していた。イスラン同様、ろくに耳を貸さなかったよ。万人の間が襲われた時にそこにいた。私にとっては好都合だ。吸血鬼どもがディムホロー墓地で何を探していたのか確かめようじゃないか。運が良ければ奴らはまだそこにいるはずだ。ほら、クロスボウを使え。あの悪魔どもが近づいてくる前に攻撃するには最適な武器だ。好きなだけ砦を散策して。おー、やった。必要なものがあったら持って行ってくれ。大したものはないかもしれないが、使えそうなら何だっていい。ディムフォローで待ち合わせを。倒れた仲間たちの仇を討つくらいはやらせてほしい。ドラ、それはいいアイデアとは思えないが、君たち万人は全く訓練を受けてないな。我々が弱腰の臆病者で、弱いからこそ死んだのだと。そちらが同じ試練にさらされ、力不足が判明しないよう、ステンダールのご加護あれ。ディムフォロー墓地に向かうことにする。少しは助力できるかもな。おい、そこの若いの。陰でコソコソするのはやめて姿を見せろ。名前は？俺は、いえ、私の名前はアグミルです。私のことをサーとでも呼びたいのか、新人君。
私は兵士ではないし、君が入隊する予定もない。あら、わかりました、閣下。いえ、イスラ。前に出ろと言わなかったか。農民の子か。お前の武器は何だ。武器？親父の斧だよ。ヤギが狼に襲われた時なんかに使うぐらいさ。私の父親の斧だ。ステンダールが我々を守ってくださる。大丈夫だ。我々が君を立派なドーンガードにしてやる。ほら、このクロスボウでちょっと腕前を見せてくれ。クロスボウかい？俺なんか一度も。クロスボウだ。吸血鬼退治には最適だよ。あそこにある木箱を狙ってちょっと撃ってみろ。お。集中しろ、若いの。もう一回やってみろ。反動に注意しろ。慣れるまで時間がかかる。めっちゃ頑張ってるけど。終わり？まだやんの？集中しろ。もう一回やってみろ。もうリディアさんあくびしてるやんか。そのうちコツがわかる。ドーンガードとは？我々は吸血鬼を追い詰めて殺す。知らなかったのか。昔はドーンガードがスカイリム全体をあの血を吸う化け物たちから守っていた。だが人々は奴らの脅威を軽視し始めた。そしてドーンガードは解散して、吸血鬼が再びはびこるようになったんだ。今私はドーンガードを復興して吸血鬼に戦いを挑み、状況を変えようと奮闘している。手遅れでなければいいのだ。なるほど、ありがとう。注意を怠るな。よし、じゃあちょっと砦を散策してみようか。深く息を吸って発射するときに吐き出す。わあ、なんか犬が、わあすごい、鎧着てる。こんにちは、ブランとセオラング。かっこいいな。すぐ後ろにいますよ。ちょっとゲットしたクロスボウを使ってみよう。これで、おお、音がすごい。すごいね、ボルト。あ、ちゃんと回収できんねや。よーし、どんどん使っていこう。はい、一通りね、砦で見て回ったんですけど、特に今はまだそんな人もおらずっていう感じでした。でね、次回からはこのドーンガードのクエストを進めていきたいと思います。というわけで、今回の実況はここまで。ご視聴ありがとうございました。ティラミスでした。